はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズ第26弾をお送りします。で、今回3問ですね。問1と問2が2問ある形なんで、全部で3問なんですが、ぜひね、まず1回動画を止めてチャレンジしてみてください。で、ちょっとやってもらった後に、わかんないのとか、不安なのがあれば、今からね、自分が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？ほいじゃ、早速ね、まず問1の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、画面下げますので、お待ちください。いくよ。よいしょ。あー、行き過ぎたね。ちょっと待ってね。この辺でいいかな？よっしゃ、じゃあ行きましょう。で、また問題文はね、ツイッターの方にも貼ってありますので、ね、もし使うようだったら確認してみてください。では、まず問1なんですけど、まあ関数の問題なので、いつも通りね、左上に載ってる、最初に載ってる情報は書き込んでしまいます。で、今回3つ書いてあるんですけど、問1、問2の丸1、丸2と解いていきます。で、まず、O が原点とか、L が関数 y イコール4分の 1x2 乗。これはね、使っていい情報なので、この二次関数が全部4分の、ちょ、3つ分書くか。1x2 乗だと。じゃあ、こうですね。はい。って、ない。ここダメか。まあ、ここに書いてあるからわかるんですけどね。一応書きます。で、こうなると。で、次が、x 座標、これ、a, b が l 乗にあって、それぞれ x 座標がマイナス4の2ですね。で、まず、だから a の x 座標がマイナス4。で、b の x 座標が2ってさ、もう言ってくれてると。で、もうこうなった瞬間に、もう問題に使う使わない関係なしに、座標埋めちゃいましょう。y 座標。これは y 座標当てられた時も同じです。で、どうするかっていうと、点がね、関数の上に乗ってると。乗ってるときは代入して OK なので、この式に x-4 を代入しちゃおうと。そうすると、y イコール4分の1かける x のとこに -4 が入ります。-4 を2乗すると、こういうことなので、-4 かける -4。つまり16です、これ。だから約分すると、4ってすぐわかります。で、同様に B もこの関数に乗ってるんで、2を入れてあげる。4分の1かける2、2が4だからこうなって、1っていうのがすぐわかるんです。もうこれはね、ぜひね、慣れていただいて体が反応するようになってもらえると嬉しいです。つまり、これもともと最初のところの問題文に乗ってるからもうずっと使っていいの。この A と B は固定で。まあ、もちろん問題の中でね、指定されたら変わるときもありますけど、これと、こう。でいいかな。よし。で、あとは、P は L 乗。このまあ、二次関数の上を動きますよって話ですね。で、1番。点 P の Y 座標を A とします。まあ、書く必要ないかもしれないけど、まあ、移動する P のこっちわかんないんですけど、こっちを A とすると。で、その時に、点 P が A から B まで動きます。最初に L 乗って言ってたんですけど、A から B なんで、ここですね。この間を P は動きますよと、問1では。その時、A の取り得る、A の取る値の範囲を不等号を使って書きましょうっていう。で、実はですね、これ結論から言ってしまうと、今回3問ともそんなに難しくないんです、この問題。でもなんで取り上げたかっていうと、難しくないのに難しそうに見せてるんです、全部。だからこの丸一番、まあ、と、丸、問一だったね。これ問一って書こうか。これいつもの癖で、丸一って書いてしまった。問一。これも、言い換えると、結局、P がね、の Y 座標 A って置きましたと。で、ここの間動きます。P の取り得る範囲は何？って言われてるんですけど、よくやってる Y の話でしょ。これね、Y の話。だから、この中で一番高いところと一番低いところどこっていう、あの、範囲の、Y のね、範囲の問題と同じなんです。だから、一番高いところここですよね。で、一番低いところはここじゃなくてここですよね。
Y ね、高さだから、Y は。こっちの部分ね。で、一番高いところ、ここは、これの Y 座標だから4でしょ？で、一番低いここ、ここだから0ですよね。つまり、A の取り得る範囲は、0から4となって、これで終了となります。まあ、引っ掛け問題としては、B の1を使ってしまって間違うっていう引っ掛けはありますけど、まあ、この問題はね、本編の方でもやった問題なので、まあ、こんな感じで解いてみてください。まあ、普通に出題してくれたらいいじゃんって感じはするんですけどね。まあ、わざわざこういう P の Y 座標を A とするみたいな置き方をしてるから、ピンときにくいんですよね、この問題。では問いに行きましょう。問い2の丸1か。で、行きます。で、次が、図2、まあ、ここ使いますね。図2で、図1において、点 P を通って、傾きがマイナス2分の1の直線を引きましたと。で、Y 軸との交点を Q とした場合を表している、次の1、2に答えを。ほら、これ直線引くの忘れちゃったね。まあ、一応この辺に、あ、でもね、これ指定されるんだよね。異なる2点、あ、丸1ね。異なる2点 AP を通る直線が X 軸と平行となるとき。その時に2点 AQ を通る直線の式を求めようって書いてあって、関数苦手な子からしたら、もう何言ってんのっていう感じがすると思います。で、ちょっと問題を読み解いていくと、2点 AP を通る直線が X 軸と平行なんです。X 軸これですよね。で、P って、まあ、この辺動くんですけど、AP が平行ってことは、真横のここに P がいるよって言ってるの。そこに P がいる。で、まあ、Q、P っていうのはここのね、こういう直線、こっちに書いてありますけど、この直線のぶつかったとこなので、まあ、こういう感じ。で、今ここが Q になるよって言ってくれてるの。で、実際出したいのは AQ なんです、直線。こっちを出したい。で、これは、地道に解く方法と、ちょっと近道する。で、解く方法が2つ一応あるんですけど、まず地道な方から説明します。で、これ、わざわざ AP、青の横の直線ね。これが X 軸と平行ってところにポイントがあって、この瞬間、P の座標出せるんです、すぐ。しかも計算とかなくてね。で、どう出すかっていうと、P は、答えからいきます。4の4なんです、これ。入ってると嬉しい。あ、ギリ入ったね。4の4。なぜかっていうと、真横に行ってるから、A と P の高さ、まあ、Y 座標ですよね。は同じです。真横だから。だから、ここ一緒になります。Y 座標ね。で、X 座標に関しても、2次関数って見た目でわかるように、Y 軸で対称なんですよ。左右対称なの。ってことは、こっちがマイナス4だったら、こっちは4なんです。てか、すぐわかる。計算なしで。で、そうすると、こいつ、青の直線。これ、問題文に書いてあったけど、傾きはマイナス2分の1って言ってくれてるの。だから、直線の式っていうのは、普通、y イコール ax プラス b から始めます。こっからね。でも、傾き言ってくれてるから、ここ A って置かずに Y イコールマイナス2分の 1X プラス B ってこっからスタートできる。で、傾きが1個出てるんで、あとは1つ通る点が分かれば代入して終わりなの。で、よく見てみると P 通りますよね。あ、4の4って分かってますよね。だから、これが P の4、ちょっとね、この O はひどい。ごめん。殴り書きしたら変な字だ。を通るわけですよ。だから、あと X 座標4、Y 座標4を代入してあげると、4イコール、一応ちゃんと書こうか。ごめんね。マイナス2分の1かける4プラス B。で、ここ計算するとマイナス2なんで、解くと B イコール6ってことがわかります。つまり直線の式は Y イコールマイナス2分の 1X プラス6だったんです。で、それかつ、ここが6っていうのは切片なんで、この Q の座標が0の6なんです。B っていうのは切片だからね。
Y 軸とぶつかったここの座標と同じになります。で、Q が0の6でしょ、で、A がマイナス4の4でしょ。で、今最終的にはこの直線のを出したいんです、 AQ を。だから地道にやるんだったら AQ はマイナス4の4と0の6を通ると、通るのね。で、まあ、切片先に分かってるから6って、だから同じように今度は傾き分かってないけど切片6って分かってるから、これにマイナス4の4を代入してください。そうすると4で、ここマイナス4だからマイナス 4A プラス6になります。で、まとめると 4A イコール2ってなるから A イコール2分の1です。これ暗算して A イコール2って間違わないようにね、文字にくっついてる数字が下に来るから4分の2なんでね、今ね。で、A が出たんで、結局求めたかった直線は、Y イコール2分の 1X プラスで6でね。ここが6だから、6となって、これで終了となります。これが多分一番地道な方法、ちゃんとした方法だね。で、少しだけ楽をするんだったら、まず、この切片を出すとこまで、0の6ね。出すとこまではやります。やるんですけど、これ図でちょっと分かるように左右対称でしょ、 A と P って。で、 Q って Y 軸にいるんで、この傾きとこの傾きって綺麗に斜めが逆になってるだけなの、こういう風に×でね。だからこっちの傾きがマイナス2分の1だったらこっちの傾き2分の1なんですよね。左右対称なんで、これも綺麗にっていうの気づければ、あ、傾き2分の1じゃん、あ、切片6じゃん、あ、じゃあこれでよくね、みたいな感じで解くこともできるんですけど、まあ、ひとまず地道な感じでこうやって解いてもらえたらと思います。はい、ってな感じでラスト丸2番ですね。ちょっと1番で、ま、板書使いすぎたな、いけるかな。で、最後この図使っていきましょう。ちょっと待ってね、よいしょ。で、最後は P が、X 座標、あ、P の X 座標が2より大きい。これ何言ってるかっていうと、 P ってこのね、関数、二次関数の上を移動できるんですけど、 X 座標が2より大きい、 B が2じゃないですか。だから B より右にいるよって言ってるの、今右にいると。で、その時に A と B を結びます。いきましょうか。 A と B を結ぶ、 A と Q を結ぶ、B と Q を結びましょうと。まあ、三角形できますよね。その時に三角形 ABQ、今結んだ三角形です。ちょっと斜めになってるけど、こいつの面積が30の時に点 P の座標、その時にここじゃねえんだっていうね、P を出すんだけど、を求めようっていう問題。で、これは、さっきの丸一番で出したこの情報を使っちゃダメです。これ関係ないですからね、今ね。だから06とか使えなくなります。で、どうするかっていうと、もうこれはですね、先に、ここを出すためには、こいつ、右はまだ入るよね。さっきもやったように、この直線、傾きは分かってるんですよ。2分の 1x っていう。だから、プラス、あとこの、切片さえ分かればいいんだよね。で、さっきもやったように、傾き分かってるから、あと1個通るところが分かればいいと。で、今、ここが、球が切片になってるし、まあ、1個の点になってるので、じゃあここの座標を出したいなと、 Q の座標ね、っていう感じで Q の座標を頑張って出しに行きます。で、これどう出すかっていうと、じゃあちょっとまず Q 求めたいんで、0の文字どうしようかな、また T 使おうかな、0の T っておきます。 Y 軸の上に乗ってるんで X 座標は0で OK、 Y が分かんないから T っておきます。で、結局今も、くれてる情報っていうのはこの三角形が30だよしかくれてないんで、まあ、そこで勝負するしかないと。じゃあ、この三角形求めるときは、基本的にね、関数の、三角形の面積とか求めるときは、X 軸か Y 軸で切ってください。もちろん慣れてる方はさ、パッて出る方もいるんですけど、のが楽です。で、どうするかっていうと、今 Y 軸のここで切るんです。切ると、これが底辺になって、
高さ、底辺になって高さで求めることができます。だからここの底辺欲しい。じゃそのためには今度ここの座標が必要なの。こういう時の問題、ここの長さが欲しいんですよ、底辺がね。その時は上の Y 座標から下の Y 座標を引く必要があるんで、こっちが欲しい。じゃあここの座標をどう出すかっていうと、直線 AB の直線の式を求めればいいと。で、どう求めるかっていうと、これ2点通るところが分かってるんで、下かけっかな、ちょっと後でこれ消しちゃうと思うんですけど、2点分かってるときは y イコール ax プラス b、 まずこれを代入すると4イコールマイナス 4a プラス b、 2,1 ももう一回代入すると 2a プラス b となって、連立方程式引きます。3とマイナス 6a だから a イコールマイナス2分の1になる。入ってるよね。 OKOK で a をまあ下の式とかに入れて、ちょっとこれ暗算で覚えね、入れるとここが 2× マイナス2分の1なんでマイナス1になります。で解くと b イコール2ってなるから、この直線 AB の直線の式は y イコールマイナス2分の 1x プラス2ってなる。ってことはここの座標は2なんです。まあ0の2ね、正しく言うと0の2、一応書くかちゃんと、っていうことが分かりました。で、今回紹介するやり方は多分ね、まあ、いつも言うように答えしかないんで、等式ない状態で解いちゃったから、正しい解き方がわかんないです。これ実は、片分けマイナス2分の1なんで、こことこれ平行なんですよ。で、それうまく使うと解ける方法あるかもしれないんですけど、ごめんね、それの方が楽だったら申し訳ない。で、ちょっとここ後で多分使うんで消しちゃうね。今、下が2ってことがわかりました。で、どうするかっていうと、ここの、なんかさ、底辺ね、はさっきも言ったように上の y 座標から下の y 座標を引くんで t-2 って置きます。そこはね、 t-2 で、まず左の三角形行くと底辺が t-2 かける高さ、ここです。ここはマイナス4の4でしょ、マイナス4の4、つまりマイナス4なんだけど長さは4だから4、三角形なんでかける2分の1プラス右側底辺同じく t-2、 高さここです。これは b の座標が2の1だから2ですよね、ここの長さかける2で三角形なので2分の1で、左の三角形と右の三角形足したものが全部だからそれが30になりますよっていう、三角形の面積30って言ってくれたんでね。で、これまとめていくと、まあ、これ約して2ですよね。2を配ると 2t-4、これ今こっち終わりね。で、ここ約分と1なんで、右側は t-2 イコール30、 3t イコール36だから t イコール12って、はい、ギリ入んなかった。右行くよ。 t イコール12ってなりました。だから q のここの y 座標が12って分かったんです。で、次やることは、ここね、この直線の式が結局、切片が12ってなったんですよ。こう分かった。これ切片だからね、9ね。で、最終的に求めたいのは P なんで、P どうやって求めるかっていうと、この直線と、この曲線、まあ、二次関数の交点だから、こいつと、こいつを連立方程式で解いたら、交点出るからね、連立方程式で。で、終了っていう風にやりました、自分は。で、どうやるかっていうと、連立です、ここ。で、まあ、これをイコールで繋げるので、代入法を使います。代入法。つまり、y のところ、まあ、これどっちでもいいんですけど、y のところにこの式を入れる。つまり、この4分の 1x2 乗をここに入れる感じ。そうすると、いきますよ。ここに入れました。イコール、マイナス2分の 1x プラス12です。全体に4をかけて全部左辺に持ってきます。4かけるから x2 乗。で、ここに4かけてから持ってくるんで、プラス 2x。4かけてから持ってくるんで、48イコール0です。で、
因数分解 x イコール x イコールじゃないね、カッコ x で86かプラス8とマイナス6、つまり x イコールマイナス8と6って出ました。で、大事なことはさっきも言ったように p は x が2より大きい右側にいるんです。絶対にマイナス8ダメでしょ、こっち負だから。だから x は6、つまり p の x 座標は6ってことが分かったので x は6ね。で、あと x6 をこっちでもいいし、こっちにもどっちでもね入れてくれれば、どっちが6、こっちが6か、マイナス2分の1かける6するとマイナス3、マイナス3足す12だから9となって、もうちょっと右に書きたかった。答えっぽいもんね、そっちの方がね。B は6の9と、これで終了、ギリかな、終了となります。この線が映ってるのか、ごめんね、細かくて申し訳ない。よいしょといった感じです。あの最後の丸2番に関してはごめんね、ちょっと自分が解いてすぐに今動画撮っちゃってるんで、あのこのね平行線を使った解き方考えてないんですけど、ひとまずこうやって解いていったらいいかなと。で、使ってる知識に関しては、まあ、ここはね、変域の話ですし、基本的には点を代入して直線求めてとか、これに関しても三角形のね、よく出てくる面積の求め方を使う。まあ、もしくは、確かに、ここをね、文字を使って置くっていう技はちょっと必要になりますけど、で、最後の P も直線と二次関数の交点の求める、まあ、連立方程式を使うっていう技を使ってるので、かなり、こう、なんだろう、基礎的に教わる知識なんです。技的にはね。ただ、難しいんです。問題の振り方が。だからすごいやってて、あ、いい問題だなと思って、自分も解いてる時にちょっと止まったんですよね、結構。なんだこれっていう。そう。なので、まあ、ね、ぜひみんなに体感してほしくて、今回ね、この動画を撮らせてもらいました。では、今回は高校受験対策の関数シリーズ第26弾お送りしました。すいません、ちょっとね、シンプルに説明したかったんですけど、20分超えちゃったんですよね。まあ、最後まで本当にね、ご視聴いただきありがとうございました。で、引き続き関数シリーズとか、別のシリーズも撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もね、ご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。